周年おめでとう。10周年ありがとう。皆さんこんにちは、水島ホタルです。さて始まりましたドリームボール。この番組は123南昭和店さんに隠されております奇跡のボールドリームボールを探します。こちらのドリームボールは3枚数がプラス1000枚で1個ゲットすることができます。そして7個コンプリートするとお願い事が1つ叶えることができます。ということでこのお願い事はね、7個目をゲットした人に権利があるんですよということなんですけれども、まあ一応協力してっていうことにはなってるんですけど、エリート戦士しずちゃんがまあポンコツ。私がね前回初めて1個ゲットしたんです。でも私エリート戦士を飛び越えて伝説の戦士になったんじゃないかなと思っております。今回の実践5回目なんですけれども、前回4回目も私が実践したんですけど、多分伝説なのが認められてまた今回も呼ばれちゃいました。もちろん6個コンプリート、6個ゲットして7個目コンプリートしてお願い事叶えるのが目標なんで、早速店内に入って台の方を見に行きたいと思います。本日の水島の奮闘、ぜひお楽しみに。それでは3枚数で言うとプラス6000枚出る台って言ったら、まあ、限られてますよね。で出やすい台やっぱりゴッドになるんかな。でも空き台がほとんどない。今日バラエティが盛り上がってます。バラエティもうね、知ってる。ここもね、いつもめっちゃ出てんねん。モンハンもいつもめっちゃ出てんねんけど、私これすごい、もうスプラッシュやん。めっちゃ出たやろ。もう満足して帰らはったんかな。ニニさん、南少年さん、まだまだ人気でなかなか空いてないから今日行っときます。どう、まだまだにします。これでは私水島伝説をより伝説にするべく魔法少女で実践の方スタートします。追加でマジチャレかな。今夜もパトロールに行きます。発展だよ。もうこれ次は負けんといてほしいな。お、赤い赤い。いった。残念だ。復活するわ。よかった。マジチャレでーす。2、今3回目の追加。
Thank you.
上かなと思います。ただこのアルプルね、100は乗せたいな、安心するために。ボーナスも旧ゲームアルプルに行くよ。
大門にさ。これはいただいたでしょう。いくよ。40ゲーム発生。来るわ。
はい、ただいま小休止の方いただきまして、毎度おなじみ修行の間に来ております。ちょっと宇佐仙人に修行をつけてもらいたいなと思ってるんですけど、お願いしますね。でも蛍はこれまで絶好調な流れだからな、修行の必要ないと思うんだけれども。いや、そんなことなくて、じゃあせっかくさ、入るまではいいね、ボーナスもポンって引いて、そっからラッシュにもポンポンって入るねんけど、そっからがほんまにしょぼすぎて、もう今汚れが溜まってエピソードボーナス以上が確定してるんで、こっからドカンと、目標は6000枚なんでね、やっぱりそのためにはなんかパワーをいただかないといけないんじゃないかなと。このままでは、しょうがないな。うん、実はホタルは黙っていたんだよな。え、エリート選手7選から預かってきたものがあるんだ。はよ出してや、なんでそんな意地悪するの。はよ出してくださいよ。私が飲もうと思っていたんだが。何、これをもらってきた。あー、そっかー、宇佐仙人リアルゴールド好きなんや、飲みたかったんやな。実は、うん、そうなんだ。もう私がしっかり出してご馳走しますんで、これは私が美味しくいただきます。私のこの体になんていうん、感じる、メラメラしてるやろ。うわ、これ出そう出そう。これねしっかり6000枚出せるはずです。実践の方頑張ります。よし、じゃあ行こう。行く。では私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムも配信中。